リノ・バンフィなど、セクシー路線のほか、長いキャリアを積み喜劇にも悲劇にも出演し、ルチアーノ・サルチェ、ナン・ニ・ロイ、ステイノ、ディーノ・リージなど数々のイタリアの有名な監督の作品に出演した。欧米市場におけるヒット作に、ルチアーノ・サルチェ監督、アホは前に出ろ、セルジオ・マルティーノ監督、トレーナー・オン・ザ・ビーチなどがある。テレビも俳優としてばかりでなく番組の司会もする。 新人仏会カトリック教徒の家庭に生まれ、神学校に進むように進められるが、芸能界に関心を持ち、村の音楽祭で歌手としてデビューする。18歳になる1954年に、ミラノに出ると、舞台役者として腕を磨き、やがて俳優として続ける自信を得て、映画界へ進出する。ローマに移り住んで映画とテレビの仕事を始める。 やがて1970年代に、ヒット作、俗、青い体験に恵まれると、青い経験誘惑の家庭教師、エロチカポリスコスプレ大作戦などで、イタリア風セクシー喜劇で主役を張れる俳優という、評価を固めると、ルチアーノ・サルチェ、ナン・ニ・ロイ、ステーノ、ディーノ・リージなど大物監督との仕事を増やしていく。日本に紹介された作品は、大喜劇ゴッド・ファーザー・パルト、呆れた。 ケージ南の姉妹く、ミスターレディの私の男を女にしてほか、主題歌などの LP レコードが CD 版で再版されている。1980年代から俳優として、また司会者として民間放送にも、国営放送にも出演する。テレビ映画、僕の名犬テンペストイルデスティのヘクタール4残ペにも配役された。また娘のロザンナ・バンフィー、ロサンナ・ボンフィーとも、 イット、ウンメディコ・イン・ファミリアなどで何度か共演している。出演作の映像パッケージは除外した。イタリア共和国功労勲章を二級授与される。冒頭が、イット、で始まる題名はイタリア語版へのリンク。ありがとうございます。